はい、喫煙動画始めていきたいと思います。今回は、手巻きタバコのラスタ。ラスタの、これオリジナルかな？ラスタ。25g 入りですね。はい。値段が結構安かった記憶がある。まあいいや。切っていきましょう。付属のペーパーは、オーランドの、これ見たことない、ペーパー。知らない。こんなペーパー知らない。今回も、ピュアの200スリムの、フィルターと、こちら、レーベルの、これはチェの巻き紙。チェについてくる巻き紙ですね。結構ね、フィルターとかでも味変わってくるからな。フィルターとかペーパーでもかなり味変わってくるんで、それを統一しないとやっぱり、ね。誤差が出ますから、誤差がね。誤差が出てしまうので。いい感じの湿り具合。ちぎって、ちょっと。よいしょ。今日も暑かった、本当に。よいしょ。はい、できました。それでは吸っていきましょう。ウィッシュ。うまい。うまい。これなんだ？なんか甘い風味ってか、なんかタバコの甘みがあるな。ほのかな甘みがある。これなんだこれ。ちょっと待って。うまいこれ。すげえうまいぞ。どうせ安いからまずいだろうとか思ってたら、普通にうまいんだが。ラッサのオリジナル580円です。25g で580円。あ、これ廃止予定銘柄らしいです。あ、だから俺買ったんだっけ。マイルドなきつみのバージニアブレンド。手巻き初心者におすすめのマイルドな味。ラスタとは、ラスタファリの略。この4色はジャマイカの人たちが、故郷エチオピアに、帰郷を願ったラスタファリ信仰の象徴と書いてあります。ほら、廃止予定だったよ。もう、なんだよ、またうまいやつお前、あれだぞ。なくなるとか抜かすもん。ラスタシリーズはもう廃止予定らしいよ。くっそ、これうまいなぁ。なんか、甘みがある。で、酸味もあるんだけど、酸味、バージニアブレンドだからが酸味があるんですけど、ほのかにありますね。そんなにうわってくるような、酸味ではない。ちなみにラスタシリーズは、このオリジナルの他には、シルバーとメンソールとブラックがあります。
まあ、基本的にバージニアブレンドっぽいですね。あ、うまい。あ、ちょっとやっぱ酸味はあるか。酸味はありますね。あ、でも、なんか甘みがある。甘みがある。あ、でもなんか、これラスタブラックはあれなんだ。え？あ、もしかして、廃止銘柄がラスタのシルバーが廃止予定。で、ラスタのこのオリジナルも廃止予定って書いてあります。その他のラスタのメンソールとラスタのブラックは廃止予定ではないと。ここには、手巻き屋っていうサイトで見てるんですけど、特に書いてないんで。すごい、酸味の中にすごい甘みが、タバコの甘みみたいなのが、なんていうか、ほのかなこの、ほのかな、なんていうか、こう、奥深くにちょっと甘い香りがするな。甘い。舌で感じる味わいが甘い。タバコの煙のところ、煙がなんか、ほのかな甘さ。結局その、うわー、ケーキみたいに甘いわとかじゃなくて、そういうのじゃないんだけど、甘い。うん。マジでこれ廃止なの？せっかくお前いいやつ見つけたのに。これうまいな。あ、うめえ。わりかし重めな感じではあるけど。あ、これうめえな。これうめえな。あ、これうめえわ。これ他のサイトでどっか売ってねえかな。手巻き屋だけなんかな。手巻き。あ、うめえ。これうめえな。これうめえな。あ、やっぱ廃止銘柄って書いてあるわ。うわぁ、マジかよ。やっぱり他のね、世界のタバコっていうサイトにもね、書いてありますけど、ラスタのオリジナルと、今吸ってるやつとラスタのシルバーってやつは廃止銘柄っぽいです。で、その他の、ラスタのブラックとラスタのメンソールは、残るっぽいですね。はぁ、これうめえなぁ。これうめえなぁ。うわ、これうまいな。ちょっともうちょっと、もう一本だけちょっと吸わしてくれな。うまいな。これちょっと五つ星かもしれんな。うめえ。単純にね、なんか酸味がある中にも甘みがあるんだよな。すげえうめえぞ、これ。こんなタバコちょっと初めて吸ったな。こんなになんか甘い、なんか奥底に甘みがあるっていう、タバコちょっと初めて吸ったなぁ、これ。手巻きでちょっと初めてだよ、これ。この感じ。この感じはちょっと初めてだなぁ。まあ、五つ星にしたところであれだからな。廃止予定なんだからお前あれだよ。
今後買えねえんだから、お前意味ねえな。くそー、なんだろう、やっぱ売れないのかな。香りも良くマイルド、バージニアブレンドということもあって、キツミはゴールデンバージニアに近い印象。まあ、ゴールデンバージニアよくははるかにあれだな。はるかに甘さがある。あれはゴールデンバージニアはね、なんか酸味が強いんですよ。で、甘みはほとんど感じないですね。もう、ぶっちゃけて言うと、ゴールデンバージニア酸味だけみたいな感じだね。個人的には。癖も少なく、香りの良い、どなたでも吸いやすいタバコです。これはうめえな。まあでも、メンソール残るんだったら、まあ、あれかな。まあ、今後買うとしたら、やっぱ、だって、廃止だから、ラスターのメンソール。まあ、ラスターのブラックもちょっと買ってみようかな、今度な。今度ちょっと買ってみよう。まさかの、どうせ安いから、580円とかさ。まあ、チェの30円高いバージョンだけどさ。だからどうせさ、安いから、まあ、あれだろうと思って。まずいだろうと思ったら全然うまいじゃないか。うめえな。これはうまい。香りも実にいい。香りも実に、いい香り。うん。まあ、そこまで、まあでも、ちょっと重いかな。でも、ちょっと重いですね、これはね。ああ、ちょっと重めのやつだね。やっぱこの、なんかすごいバージニアの旨味というか甘みが。舌で感じられるもんね。この甘みが。これはうめえな。これは残念。確か俺、廃止銘柄だから買ったんだよ。まだ吸ったことねえから。で、廃止銘柄って書いてあったから、廃止予定って書いてあったから、いや、いいや、じゃあ買うかと思って。まあ、値段も580円だから、まあ安いしな、買っとくか、みたいな。わ、これはうめえな。うまい。ここまでうまいタバコは、手巻きタバコ、ちょっとあれだな。
うわ、このうまさ。このタバコのさ、うまさよ。うん。うわー、これはうめえな。これはみんなちょっと買ってみた方がいいぜ。マジで。もう廃止予定だからよ。もうみんな買った方がいいぞ、これ。特にやっぱバージニアとか好きな人は、買った方がいいんじゃないですかね。急げよ。急げよって言ってもあれか。もう遅いか。もう遅いかもな。もう廃止銘柄だからもう。ああ、うめえ。ここまでタバコで旨味感じたの久々だな。すごい。甘い。だから、バニラとかの着工してないのにさ、あの甘い香りっていうかさ、甘い香りする手巻きはちょっと初めてだな。あー、うめえ。本当にうまい、これ。これはあれだな。ドラムと、あの、ペペのリッチグリーン超えたな。はい、これは五つ星。これ五つ星。これはうまい。絶対買った方がいい。ああ、580円とね、手軽で手を出しやすい。ね。これは買いですよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。